はい、楽屋マンです。今日はですね、マスラップを続けてるんですけれども、完成までかなりね、苦労すると感じてます。皆さんどうでしょうか。すぐにできますかね。なかなかね、苦労されてる方多いと思うんですけれども、私はね、大きな目標を達成するまでには、できるだけね、一つずつ、パートを区切っていって、一つずつ、クリアしていく。まあどうしても筋力系のスポーツっていうのはそうなってくると思うんですけれども、目標を大きく掲げすぎると、ギャップがね、理想と現実のギャップがあって、精神的にしんどい時もあるので、とりあえずこれすごくね、できるだけ小さなハード、例えばディップスを1回クリアできるようになったら、花丸、自分にねご褒美あげるという形、懸垂5回クリアできたらね、全く懸垂ができなかった人にとったらすごく大きいことですよね。なので、マスアップやっててね、全くこうバーにね、かすりもしなかったものが胸に当たるようになったとかね、それがさらに、3センチ進んでいってお腹のあたりに当たるようになったとかね、少しずつでしかね成長しないと思うんで、できるだけね一つずつ小さな目標を立てて、それを一個ずつクリアしていけば、いつかはね、マスラップできるようになると思うので、私はまだできませんが必ずできるようになると思います。またできるようになれば報告したいと思うんですけれども、中間報告として感想として、いろんなね YouTube の方の動画とか見せていただくと、やはりね努力されてますし、一つずつねクリアしていってる方がほとんどだと思うので、この音声を聞いてねまた頑張ってもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、またね、いろんな情報を配信していきたいと思うのでよろしくお願いします。失礼します。